日本共産党日本共産党中央委員会新聞赤旗新聞赤旗は日本共産党中央委員会の発行する日本語の日刊機関紙である旧称通称赤旗赤旗初代編集長は水野茂雄。日刊紙の他にも別立ての新聞赤旗日曜版や視覚障害者向けの展示新聞赤旗と声の新聞赤旗日曜版などや 英語翻訳版、ジャパンプレスウィークリーも存在する。それらについても合わせて記載する。現在は、新聞赤旗が指名。政党機関紙であるものの、現在では、日本国内外の各種一般報道を行い、一般主然とした、紙面、ページ数が特徴であり、党員以外の購読者も多い。日本の政党機関紙としては、最大の部数で、 最盛期の1980年には日刊誌と日曜版を合わせ355万部を誇った。以後、1997年に約230万、2017年には約113万、2019年には100万弱とされる。なお、日曜版は日刊誌より発行部数が多く、2016年の報道では、 日刊誌、約20万部に対し日曜版、約100万部とされていた、赤旗総刊号表紙赤旗総刊号総刊の字。最初に、全国の革命的労働者貧農諸君。と始まり、最後に、第3インターナショナル万歳、日本共産党万歳と締めくくられている。また、文中にこの新聞が非合法であることが明示されて、おり、 ブルジョア独裁国家を破壊して、プロレタリア独裁国家を建設せよ。と、階級社会に対して否定しているが、当時は独裁性に関して否定していなかったことが、伺える。総刊は、治安維持法が存在した1928年で、非合法による発行の地下新聞だった。戦前総刊当時の赤旗の読みは鬼読みで、石器。相関時の編集長は、 水野茂雄、主筆は渡辺正之助、当初は月2回の定期発行としたが、水野が検挙されたことで、翌月の午後以降から事実上不定期となった。1935年1月20日、187号が発行された後、3月4日に最後の中央委員であった袴田里美が逮捕され発行が停止した。太平洋戦争敗戦により、 中央委員会が再建されると、1945年10月20日に、再刊第1号が発行された。大事は、赤旗イコール赤旗、赤旗を経て、1966年2月1日、赤旗となった。第2次世界大戦後も GHQ によるプレスコードに引っかかり発行を禁止されたこともあった。また、総刊当初から、新聞赤旗への開大時まで、 カール・マルクスの言葉である、バンコクの労働者団結せよ、などのスローガンが書かれていた。1958年の宮本賢治の初期長、就任以降、党中央による統制拡大の方針と同時に、赤旗の拡大運動が全頭的に行われ、1960年代から1970年代には、高読者を増加させ、1980年頃には、日刊誌、 日曜版合わせて約350万部を超えたこともあった。テレビラジオ欄やスポーツ面など内容量の充実もこの時期によるものである。日本共産党の党活動報告、所属議員による国会質問、党員を対象とした活動方針の呼びかけなどが掲載されている一方、紙面の大半は政治、国際、経済、スポーツ、社会ニュース、文化、 芸術、教育、暮らし家庭、テレビ、ラジオ欄、4コマ、漫画など、一般紙と同様である。赤旗記者のネットワークは、日本各地のほか、日本国外にまで及び、東アジア、東南アジア、中東、南アメリカ、米国情勢など独自取材が行われている。さらに時事通信やロイター通信による通信者記事を配信している。独自の欄として、 国民運動面があり、労組や諸団体の活動の様子を報じる。別釣り、学習、党活動版があった。以前は、党生活という欄名だった。主に、日本共産党の支部活動を報じる。どちらかといえば党員向けの欄で、一般紙未然とした本詞にありながら特に機関紙的なページとなっていたが、現在は廃止され、紙面に週5回。 党活動のページとして掲載されている。政治、総合の第4面は主に議会、選挙の動向が掲載される。国政選挙や都道府県議選の候補者発表や地方選挙の結果などもここに掲載される。毎週日曜日には科学欄が入り、自然科学に関する情報が取り上げられる。毎週月曜日の5面は青年学生向けのページ。 若者ボックスとなっており、若者に関する話題や、民生同盟、全学連のなど青年学生団体の取り組みなどが紹介される。また、木曜日の当初欄は、若い子玉、若子だワイド、みんなで、チャットと称して、青少年の当初が掲載され、木曜の学習、等活動版では、青年、学生支部の取り組みが多く取り上げられる。当初欄のイラストの項目では、 イラストレーターの高村忠則からアドバイスを受けられることもある。地方面は14ページ目にあり、各都道府県に常駐する記者による地域のニュースが掲載される。社会問題などのほか、地方機関や地方議員の同行が報じられる。地方の区切りは、衆議院議員総選挙の比例区ブロックにほぼ対応。毎週日曜、月曜は救済。毎週木曜は、 全国の地方ニュースを厳選した地域発列島だよりが掲載される。毎週日曜は地方政治わかる地方ワイドが掲載される。表現など文体は初期は多種同様のである体だったが、1962年5月1日付社説からです。マス体を取り入れ、1965年からは完全に改めです。マス体に統一された。 紙面広告通常16面である。マスメディアの多くが権力を監視する、真実を伝えるというジャーナリズムの本来の使命を放棄していると主張し、企業、団体のスキャンダルや社会問題に対する批判的報道に正面に取り組むために、大企業の広告は掲載しない方針を掲げている。ただし、当関係者の著書については大手出版社からの発行でも載せている。 マスコミのタブー元日本共産党赤旗編集局長のニラザワは既存のマスコミにはアメリカ合衆国や広告主、総価学会、皇室、ブラック解放同盟などに関する事項にタブーが存在しそのような報道におけるタブーに切り込める点が赤旗の存在意義の一つであるとしている人物故障の扱い犯罪報道は年齢にかかわらず被疑者 被告などの匿名が基本であり、実名報道の一般紙とは異なっている。法人犯罪や公人による犯罪は、実名報道となるほか、上記に当てはまらない場合でも、社会的影響が著しい刑事事件は、例外的に、実名報道をすることがある。ラテランでの取り扱いテレビラジオ欄に、天皇、皇族の継承や被疑者名が掲載されるときは、 下記のように断り文が入る。テレビラジオ欄は東京ニュース通信社から配信を受けています。皇族への敬語表現や被疑者名の扱いは赤旗の立場とは異なりますが配信されたまま掲載します。断り文を入れる枠がないときや2から3日皇室関連の番組が続くときは省略することもある。なお、かつては被疑者名は伏せ、韓国は南朝鮮に 公室関連番組では最高敬語表現でないタイトルに変えていた。ちなみに、サッカー天皇杯全日本サッカー選手権大会は、現在でも日本サッカー選手権と呼んでいる。言語の扱い日付欄は昭和までは一面の大事部分に上が正暦で下に言語を括弧書きで表記していた。平成になってから言語を表記する意味はなくなったとして正暦のみ表記していたが、 西暦を言語に換算するのが不便だという読者の声を反映し、2017年4月1日より大事横の日付欄に言語表記を復活させた。記事は引き続き西暦のみの表記だが、昔の事件を説明するときなどわかりやすくするために、西暦と表記することもある。不法乱党員の不法欄は14面か13面に掲載される。葬儀。 国別式の日程や場所、模種などが掲載されるとともに、党役員、党議員、労働組合、民主団体役員、社会的に大きな問題となった行政訴訟、公害訴訟、労働運動や人権などに関わる裁判などの原告などだった場合は、その経歴が記載される。最後に入党年が記載される。かつては、永年党員、50年党員かどうかも記載されていた。 当国会議員、当中央院経験者は、顔写真入りで大きく掲載されるほか、地方党組織でも、幹部クラス経験者の場合も顔写真が掲載される、ことがある。大学教員、芸能人など著名な党員については、一般の著名人と同じく15面に掲載され、最後に入党年が記載される。党支持者の著名人の不法についても15面に掲載され、 日本共産党の躍進に期待するコメントを発表していた市民運動に参加していたなどの文章が記載される。日刊誌のほか、週刊の新聞赤旗日曜版がある。日曜日付で毎週発行されるタブロイド版の通常36面の新聞である。日曜版のキャッチコピーは開けばパッと世の中見えてくる明日につながるあなたのパートナー。 かつてはブランケット版の通常20面だった。日刊誌付属の別釣りである、一般商業誌の日曜版とは異なり、新聞赤旗とは別立ての事実上独立した新聞であり、日刊誌の日曜日付は日曜版とは別に通常通り発行されている。日刊誌の購読料に日曜版は含まれておらず、閉読する場合は両方を申し込む必要がある。 日曜版購読者数は日刊誌を大きく上回っており、単独で見た場合、新聞が開発日曜版は発行部数日本最大の週刊誌である。打倒派議員を含め広く読者を抱えている。政治問題の解説記事に漫画を取り入れるなど、柔軟でわかりやすい表現手法を取り入れており、保守系の立場の人々からもこれについては評価する声がある。日刊紙より、 一般向け、子供向け、家庭向けの内容となっており、日本共産党とは特に関係がない著名な芸能人なども登場する。その理由としては、赤旗は一般紙と比べても遜色内部数を発行しており、政党機関紙なので芸能人のゴシップ記事などを書かないという信用が大手芸能事務所側にあるからという。手塚治虫や赤塚藤尾、中沢啓治、加藤忠 村の守る日、矢口隆夫、牧野和子、もう、年平、高口里澄、笠井英子、増村博といった人気漫画家が漫画を連載していた。赤旗日曜版の姉妹誌である、少年少女新聞も、手塚治虫、宮崎駿、松本礼二、赤塚藤夫、山本治柳瀬隆の漫画を連載していた。現在は、約密流の風刺四コマ漫画、 約三つの個々と体言が掲載されている。日曜版は内容は週1回発行であること生かした調査報道や企画記事で構成されており、政治、経済、社会、医療、保険などの分野から取り上げているほか、著名人インタビューコラムや料理、旅行、釣り、漫画、読者投稿、子供向けページ、週刊テレビガイドなどもある。13面は、 ユースタユーススタジアムという青年向けのページで各地の若者の取り組みや民生など青年団体の活動、当初などが取り上げられる。36面の一欄は芸能人、著名人へのインタビュー記事。その下の料理欄では村上翔子や森の熊八などが料理レシピを紹介している。選挙前は大体日本共産党の主張が多くなり、1から3面は 政策宣伝、選挙情報になることが多い。一般購読者を意識した紙面作りが伺える。ちなみに、大事が赤色なのは日曜版のみである。編集局の入るエースビル新聞赤旗は、政党である日本共産党中央委員会の直接発行であり、同委員会の一機構である中央機関紙編集委員会の下に置かれた編集局が編集実務を担当しており、 政党戦術による編集体制となっている。編集局は東京の本局の谷本内外14カ所に分散して取材拠点を構え、一国の政党機関しながらほぼ全世界を取材する。赤旗記者の資格は日本共産党員であること。記者は不定期で若干名募集されており、かつては当歴3年以上が出願資格だったが、現在は 当歴1年以上と緩和されている。印刷は東京の赤月印刷株式会社をはじめとする当該の印刷会社4社が受け負い日本全国6カ所の印刷工場で印刷される。印刷された新聞は当該の物流業者によって配達拠点に届けられ、再び当に手渡された新聞は当地法機関を通して配達区域ごとに分類、そして配達業務が行われる。 新聞赤旗編集局は、新聞赤旗の編集実務を行う部署である。内部に編集センターと23の部、委員会を設けている。2008年に編集局近くの場所で開業した、北山道駅編集局の本局は、日本共産党本部ビルではなく、党本部ビルとは、JR 中央本線を挟んだ向かい側のビルに入居している。なお、同じビルに印刷会社、 赤月印刷の印刷工場が同居し、関東地方向けの各班の印刷はそこで行われる。日本日本以外かつて置いていた、支局日本国内6カ所で印刷を行っている。地方ごとに印刷拠点を持つ方式は、日本の全国一般市と同様である。新聞赤旗八王子出張所、第40回赤旗祭り印刷工場から、 代表的な地方機関までの間の機関輸送は、当該の物流業者が受け負っている。その後地方党内で仕分けされた新聞は、党員または支持者あるいは、一般市民のアルバイトの手によって、配達区域ごとに宅配される。日本共産党の地方の事務所は、新聞赤旗の配達、管理業務のため新聞販売店の機能を合わせ持っており、赤旗出張所とも称する。 一部地域では商業新聞販売店への配達委託や郵送となる。また沖縄県での日刊紙配送は福岡からの空輸となるため、購読者に宅配されるのは午後となる。日曜版は職場支部での手渡しなども行われる。日刊紙と異なり配達時間帯が指定されていないことから日本では日付より前の木曜日く土曜には宅配される。 配達体制が維持されている地域で赤旗の配達は地方党組織の重要な活動の一つであり、ネット上では地方議員が配達を行ったことをブログ記事にしている例が散見され、稀に国会議員も党員として配達に参加することがあると自身により報告されている。産経新聞によると2013年8月時点で23万部弱。 毎日新聞によると日曜版を含めた部数は2019年8月時点で100万部弱。日刊誌は高読収益とその印刷コストが印刷するたびにコストが上回っている赤字状態であり、一方日曜版は高読収益の方が上回っている黒字状態となっている。そのため日刊誌の赤字を日曜版の利益で補填しているのが現状である。 日本共産党中央委員会には、財務、業務局のもとに、機関誌市業務部という部署を設けて、新聞赤旗と、党発行雑誌の経営実務を文章し、編集と経営を一応分離している。さらに、党建設委員会のもとに、機関誌活動局が設置され、同党では、赤旗の普及拡大、配達、集金、管理などの一連の業務を、機関誌活動と呼び、 市議などは、庁舎内で、市職員に勧誘するなど、集団的宣伝者であるだけでなく、当建設における、集団的組織者でもある機関士普及に、全党で務めている。結果、地方自治体の管理職を中心に、多くの職員が購読しているが、庁舎規則や、職務の中立性への定触、職員に対する議員の優位的立場の乱用も、指摘されておりには、日本し、 外線用音声データ、地方機関紙長不用の広告バナー、広読申し込みはがき、ポスター、のぼり、広告看板などがある。広読申し込み及び一部即売は、日本共産党の本部を含む、事務所、赤旗出張所で取り扱う。一般種の販売店と異なり直接訪問、電話、ファックス、電子メール、郵便いずれも対応しているところが多い。 公読の取り次ぎは、同党の党員、議員でも可能であり、取り次ぎ書を示す標識プレートの販売まで行っている。日本共産党員は、4つの大切として、日刊紙を公読することが、努力目標になっている。また、党の公式サイトには、家計が苦しくても、支部で相談して、日刊紙を公読できるようにしましょう。と掲載されており、党の財政責任者は、 新聞赤旗の事業は、党の財政収入の9割を占めるという決定的な役割を担っており、新聞赤旗の危機は、党財政の困難の増大そのものと述べている。産経新聞によると、地方自治体では、共産党主義による自治体職員に勧誘がなされ、役所内での販売や集金が伝統的に続いている実態などが次々と発覚し、例えば、 福岡県行橋市では、共産党員の勧誘により購読している、市職員の職場の机の上に配達される実例が、報告され、政治的中立性が問題視されている、と報じている。2013年12月に、福岡県行橋市市役所で、共産党市議らから、日本共産党の政党機関紙、新聞赤旗の勧誘、販売、集金があり、 少なくとも20年以上前から役所内で管理職職員が公読を続けていることが判明した。これについて同志市議の小坪深夜は市議の立場を利用した心理的強制にあたる可能性もあると述べており部下長級職員以上の半数以上が新聞赤旗を公読し役所内の職場の机の上に配達されていた。同志は職場での公読は 地方公務員法で定める政治的中立性に疑念を持たせると実態調査を行う検討をしている。2014年4月に神奈川県鎌倉市で共産党市議により共産党の機関紙である新聞赤旗を地方自治体の役所内で地方職員に購買の勧誘をしているなどの行為が判明し、同志市,市長の松尾隆市長が市役所内で 政党機関紙の勧誘、配布を禁止した。2014年5月、福岡県行橋市市議の小坪信也が、福岡県行橋市の共産党市議らが、管理職職員を対象に、政党機関紙新聞赤旗の購読を勧誘し、市役所内において配布、集金している問題があるとし、全国47都道府県と1700余りの市町村の地方議会に、 同様の行為がないか実態調査を求める陳情書を発送している。小坪は職場での大量行読は地方公務員法が定める政治的中立性に疑念を持たせかねないとしているほか、千葉県奈良市の,市の男性も長年寒冷化しているとされる同東市議による勧誘の実態調査や是正を求める陳情を同市議会に提出し、二千十四年九月十八日に 開催された、総務上任委員会で賛成多数による採択となった。これについて、共産党の谷岡隆氏議は、長年の慣例として、勧誘や配達、集金は行っていることを認め、強制ではなかったとしている。2014年7月18日に、地方自治体において、共産党市議が自治体職員に、新聞赤旗を強引に勧誘している事例が、 問題化しているとし、自由民主党が各都道府県連に注意喚起と実態把握を求める通達を出している。通達によると、福岡県行橋市で共産党市議らが市職員に対し、庁舎内で赤旗の公読勧誘や集金を行ってきた事例が挙げられ、議員の立場を利用して半ば強制的に地方公務員に公読させているなら、喚起できない事態だ。 議員の地位を利用したり、庁舎管理規則に反した強引な勧誘が行われたりしている可能性があると呼びかけがなされている。埼玉県春日部市の市役所では共産党市議らが新聞赤旗の購読を役所内で勧誘していることが発覚し、これについて同市の幹部が2014年9月9日に市議改定例会で執務室内では勧誘。 配布は認めていないとしあとは市議らの執務室での勧誘を認めない方針を答弁している。質問をした井上栄治市議は、執務室での販売、勧誘は市議という立場を利用して、市幹部に売りつけるパワーハラスメントに類する行為ではないかとしている。2020年11月27日、滋賀県大見八幡市の複数の共産党市議が30年以上に渡り、 市役所庁舎内で新聞赤旗の配達や集金を行うため執務中の職員の元を訪れていたことが判明したと報じられた。市は職員による庁舎内での個人的な物品の購入が地方公務員法に抵触する恐れがあるとして、庁舎内での個人的な物品の購入は控える要全職員に通達した。市は 庁舎管理規則で市の事業と関係のない物品の販売や宣伝、勧誘などの行為は市長の許可が必要と規定しているが、市議らは無許可だった。集金を行っていた日山明彦氏には取材に対し、庁舎内で集金をしていたのは確かだ。30年以上は続いたと思うと述べた上で、市の通達後に取りやめたことを明らかにしたが、 公読中の職員への配達は続けているという。日本共産党員、講演会員や支持者でなくても公読することは可能であり、国家機関、報道機関、ジャーナリストや他党の国会、地方議員らが情報収集のために公読している。アメリカ合衆国ワシントン州シアトルにあるワシントン大学図書館では2015年頃、他の東アジア各国主要紙と並び図書館の 新聞に閲覧コーナーに入った。これは、日本の市民、社会運動を研究している学生の要望に応えたものである。また、日本の公立図書館では、網羅的収集を行う、国立国会図書館は別として、収集を行う図書館とそうでない図書館に分かれる。収集を行っている館でも、高読の館と寄贈を求める館に分かれる。政党機関紙は、 赤旗のみを所蔵する図書館すらある。以上の点は日本の政党機関紙の中でも珍しい。三菱電機が製造した冷蔵庫の製品がカタログ掲載された消費電力量や電気代表示に乖離がありすぎることを問題視した報道をしている。2017年3月16日付一面、加池氏昨年10月稲田氏とあった本市に証言。 感謝状贈呈式でという記事名で報道した内容について実態は森友学園理事長の籠池康則が感謝状贈呈式に参加していなかったとして18日付の紙面にその後の取材で籠池氏は感謝状贈呈式に参加していなかったことが分かりましたと事実誤認だったことを説明裏付け取材が不十分なまま出された記事でした お詫びして取り消しますと訂正記事を掲載した。新聞赤旗宿冊版 CD ロムを2004年1月号から各月発行している。地方版、日曜版もすべて収録されているほか、記事検索機能を備えている。新聞赤旗は展示版も毎月発行されている。日本の主な展示新聞は他に展示毎日がある。新聞赤旗の英語翻訳版。 ジャパンプレスウィークリーがあり、ジャパンプレスサービス社が毎週発行している。日本共産党中央委員会は、同等公式ウェブサイト内に、新聞赤旗の公式サイトを開設し、通信社配信以外の日刊誌独自記事全文を、休館日を除く毎日、無料で配信している。会員登録も不要。ただし、政治、国際、国民運動関係の記事のみで、スポーツ、 地方版、暮らし家庭欄などの記事や漫画は配信していない。日本標準時11時前後に当日の記事に更新され、RSS フィードを提供している。なお、日曜版は記事を公開せず紹介に止めている。日本の他の使用紙の無料サイトが数日から1週間程度で記事を削除するのと異なり、現在でも2002年以降の公開記事は、 検索して閲覧できる特徴がある。日本でもインターネットの急速な一般普及により、政治、社会問題を扱うメールマガジン、メイリングリストやブログなどでも、ウェブに公開された赤旗記事が引用されていることが多く、新聞赤旗サイトで赤旗記事を閲覧している、共産党支持者以外の人は、かなりの数に上ると推定される。アレクサの調べでは、 同党中央委員会サイトへのアクセスは赤旗のキーワードが約4割を占め共産党、日本共産党を足したものよりも上位に入る。記事のウェブ公開による新聞紙そのものの購読者数の伸び悩み、減少という点では日本の他の一般紙と同じような構図を抱えている。なお、ウェブ版には原則として広告が入らない。G サーチはニフティビジネスにも機能を提供している。 2005年7月1日からポータルサイトライブドアにもニュース配信していたが元代表堀江貴文の逮捕に伴い2006年1月26日をもって取りやめとなっていた。なお配信期間中でも大企業に遠慮しない従来からの報道姿勢は全く変わらずライブドア急成長のからくり錬金術規制緩和で加速とか錬金術進めた。 規制官は、逮捕の堀江氏と、三月自民、追い風になった、小泉政治といった見出しの記事が、ライブドアのサイトに通常通り掲載され、取り留めから1年以上そのままだった。3年後の2009年4月27日から再開。一般主的な記事も数多く提供し、ニュースソースとして、一定の信頼を獲得している。 新聞赤旗であるが、政党発行の新聞という位置づけは変わらないことから、ポータルサイトやニュースサイトといった多媒体への記事提供は、一般紙と比べて少数に止まっており、ライビガー配信は一部で驚きをもって受け止められた。一方、商業的なポータルサイトへのニュース配信は、日本の政党機関紙としては唯一の事例である。2012年11月16日から、 日本共産党とは別にニコニコチャンネルで記事を掲載し、ブロマガ配信も行っている。閲覧にはニコニコ動画のアカウントが必要だが、課金は不要。一般紙の社説に相当する主張の配信が主であるが、他の独自記事が配信されることもある。ブロマガに元から備わった機能により、EPUB 形式の電子書籍として記事をオフライン閲覧可能。なお、 ニコニコ生放送、とことん共産党でも赤旗独自のコーナーを設けることがある。新聞赤旗の連載記事が書籍化されるケースがある。これらは一般紙などの他紙が書評で取り上げたこともある。以後、将棋の振興に力を入れており、2011年には関西起因から普及厚労省が赤旗に授与され、日本将棋連盟会長だった米長国夫は、 政党で真っ先に一番感謝しなければならないのは日本共産党と発言している。第一線で活躍した羽生義晴やイ山マ太も赤旗に創刊を祝うメッセージを寄せている。ありがとうございます。